ああ、私声でかいのであんまり入れないかなっていう気がするんですけど、皆さん聞こえますよね。あの早口になってこう滑舌悪くならなければ聞こえますよね、きっとね。はい、というわけで、アイフリカでございます。よろしくお願いします。で、ここに来てみてからですね、来てからハッと気がついたんですけども、今年もオートハープ弾かないじゃん、この人なんで来たなんだっていう感じですね。すいません、申し訳ありません。でもあのどうかですね、分かっていただきたいんです。私にとってですね、この場所がですね、2008、9年ぐらいからだと思うんですけども、半ばですね、ふるさとのようになってしまいました。なので、あのコロナの間少し間が空いちゃいましたけどもですね、あの年に1回里帰りができるというのをですね、心から楽しみにしているもので、持ってる楽器についてはどうかお許しください。で本当にあの一期一会という楽器がですね、あの聞こえますよね、まあ、あのそんなにあの聞こえなくても聞こえると思うんで、なので、この楽器をですね、演奏するにあたってですね、あのオートハープの皆さんがやってることがですね、すごくすごく参考になるわけです。そういえば私もあの生徒さんと一緒に発表会やったりするんですけども、その時に生徒さんの演奏でなぜか必ず横に私がいるというですね、山下さんから教わったような気がするんですね。あのそんな気がしますけれども、ちょっと今日はですね、なんかあんまりこう、ちゃんと考えてないところもあるものですから、あ、しまった、まあいいや、ついちゃんてろ、あんまり長時間ね、あの楽器も違うんでね、あの勉強させていただいているというところをあのご覧に入れるという形でどうかご勘弁ください。あの最近ね、伴奏とあのメロディーを一緒に弾くっていうのがだんだん好きになってきて、例えばキー4と言いまして、2回目のキー5と言いまして、最後にやっぱ早いのがキー1っていうんですね。キー1が一番楽なんですよ。まあ、C と T とあの G だったと思うんですけどね。で、あの同じようにですね、なってますね。弦が少ないとチューニング楽ね、本当に。で、あの、こんなのが最近好きになって、10月の1日に一期一会世界大会になりましてですね、その時に出場してきたものですからね、ついでにこんなのも作りまして、ね、まあ、前から着てるやつじゃんと思うかもしれませんけど、ちょっとだけ違うのですね、ここにうさぎお石のふるさとのですね、あの歌詞とですね、一期一会の漢数字のコードが全部ついてるんでね、この人の背中見るとですね、あのふるさと弾けちゃうっていうね、そんな風にして作ったりしたんですけども、まあ、それは言ってもちょっとここなんで、あのどうしようかな、あ、そうね、じゃあ最初にちょっとそのふるさとをですね、あのメロディーをつけるとちょっと難しくなるんだけれども、一本指で簡単にも弾いて歌えるんだよっていうところをやってみたいと思います。
途中でいろいろと話が変わってですね、結局赤トンボになっちゃってね、そんな感じはできなかったんですけども、で今の弾き方がやはりこの何回目かのタープギャザリー、この会場でね、まあちらの藤枝の時の会場で、マウンテンダルシマを持ってこられた方がいて、その方の弾き方を見てるうちにですね、あ、こうやって弾けばいいんじゃんと思って、こうやって見た時にね、高い高音源と低音源逆になってるんですけど、前に出るなというふうに思った次第でございます。それ以来ずっと考えて、今みたいな弾き方すると慣れてくるとちょっとかっこいいかもしれない、ね、メロディーここだけで弾いてるからそんなに難しくないんですよ。で半音でフレットが切ってあるから、そういう意味ではクロマティックハープとも呼ばれるので、オートハープもですね、半音の弦についてるじゃないですか、でもじゃないけど、そこが似てるんだなと。でコード弾きながらメロディー弾くという、それも同じなんだなと。全部ここで学んで、私はですね、自分の演奏に生かしてることになるわけですね。本当にいつもありがとうございます。さて、ですね、あまり時間ないのですね、いろいろとやってると、どんどん時間なくなっちゃうもんですから、しまった、これ準備したに、そば1枚やってみて、ね、ちゃんと、覚えてるからいいじゃん。ですね、先ほどRE テイクランブラーさんがですね、出てですね、もうなんか最近すっかり私好きになっちゃったんですけども、好きになっちゃったというか、昔からね、尊敬してるっていうふうに思ってはいたんですけども、でもそのここでお会いするだけだったらどういう方なのかよく分からなかったんです。この間ね、京都でお会いして、去年に引き続き今年もお会いして、とってもですね、実はすごかった、だったんだと思ってですね、尊敬してしまいました。で、でどういうところでやったかっていうと、丸山公園音楽堂というところがありまして、まあ聖地なんですよね。何の聖地かっていうと、まあ関西フォークのというか、私にとってはナターシャセブンの聖地というか、でそこでですね、昼下がりコンサートになるもんですが、それにですね、出させていただいて、で元々はこの曲やろうと思ったんだけど、ゲストでチャキ宮子さんが出る、チャキ宮子さんがその曲歌われるって言って、あれそれはちょっとダブルの家だなと思ってやめちゃったっていう曲を、悔しいので今からやりたいと思います。海原というタイトルで歌われていますけども、The Water is Right ですね、入っています。あ、なんか必死、震えてきた、緊張で。Bye.
去年ですね、ちょっとですね、オリジナル曲なのに歌詞忘れたっていうですね、とってもショッキングなことがありまして、その後ね、結構くよくよしてたんですけれども、ある人に言われました。そう、言わせ方がないんだよ。なんで？だってオリジナルでしょ。言葉いろいろ考えた挙句に今の歌詞で歌ってるんだけど、その考えていろんな言葉とかね、情景とかそういうものがいっぺん出てくるからね、歌詞間違えるの無理もないんだよって、あ、そうなんだ、じゃあいいんだ、と。すいません、そんだけで進歩がなかなかないんですけど、許してください。で、今年だったかな、ずっとですね、暗い曲ばっかり去年作っちゃったもんです、今年くらいかな、作っちゃったもんですから、明るい歌を作りたいと思いましてですね、優しい歌を歌いたいという曲を作りました。なるべくこっちも優しくしようと思ったんですけど、そうはいきませんでした。ちょっと頑張ってやってみたいと思います。では、優しい歌を歌いたい。間違えましたね。失礼しました。優しい歌を歌いたい。誰でもすぐに歌えるような。たとえ小さく口ずさむだけでも、ひとときの安らぎになりたい。優しい歌を歌いたい。疲れた心を癒したい。たとえ小さ
さな慰めでもいい。今ある痛みをほぐしたい。私は今生きている。だから生きていていいんだ。どうもありがとうございました。しじかでした。また来年もこいつに行きたいと。